いやでも相当伸びしろはやっぱあると思うね。本当ですかか。なりいい感じにうまくなってると思う。嬉しいな。まあ早いね、間違いなく上達は。マジっすか。お、ああ、そういうことっすね。そういうことだね。あそこでしゃがみジャックをやったら、なるほど。うめえ、相手。うまい。いや、ちゃんとやってくれてますね、なんか。うまいな。お、いいよ。来た。スカイスカイ。あ、ちょっと待って待って待って、スカイもうスカイなんスカイ。か、ちょっと待って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 、ちょ、ハイテク先生、ちょっと待って待って待って、ああ、熱汗しちゃった。汗。なるほど、なあ、るでもちょっとほど、なるほど。ね、すごい大事なことをはい。教えるわ。わかりました。おお、いいね。おお、ボボボボボボボ。しゃがみジャックにしたのはいいね。ちょっとね、マリーナを使う上で、はい。ものすごく大事なことをちょっと話させていただきます。わかりました。まず、マリーナっていうキャラが強いとはい。ころっていうのが、さっき話しており、まあ、火力っていうのがまず1個あんねんけど、はい。もう一つ何かっていうと、リーチの長さなんですよ。なるほど。例えば、そっからアシスト強やってくれない？アシスト強。とか、タチ強。ああ、タチ強。あ、タチ強。そう、これって、ルークの全ての技より長いよね。おお。つまり、マリーザが一方的に攻撃できる間合いっていうのがあるわけ。はい。で、今、良くないのが、例えば、さっきの話なんやけど、ヒカリさんが、まあ、ルークに攻めたいと思って近づくやん。で、そこでこれを食らってたわけ。で、この前に入った瞬間に、マリーザの長所がなくなってるわけ。なるほど。そう、ここね、ストップ。このあ、距はい。離、はい。マリーザが一方的に攻撃できる距離です。なるほど。つまり、この距離は、ルークからすはるい。と、マリーザに攻撃できない。まあ、飛び道具、おお。撃つしかない。まあ、これ以外は攻撃できる。要するに、高いリターンを取れない。でも、ここになった瞬間に、ルークも、こうやって火力が出ちゃうのね。ああ、確かに。だから、確かに、マリザ確かからに。すると、はい。こう、前歩き一辺倒で近づくというよりかは、このマリザが、リーチを生かした距離にいるってことがすごい大事なの。なるほど。例えば、ここってルークの前よね。なんでかというと、弾が強いから。で、まあ、ヒカリさんはいい感じにこう、距離を詰めてるわけ。で、ここまで OK。で、もっと詰める。で、それでストップ。ここで戦うのが強いの、マリーザは。ここやと、マリーザが、タチキョウとか、こうやって一方的に殴れたりとか、下中パンチ、下中を置いて、ルークが、で、それがすごい強くて、これが今日判定がめっちゃ強いのね。なんかルークが攻めようとして、例えばルークがこれやるやん。で、下中、で、俺がこれやるから、着地した瞬間に下中やってくれへん。あ、俺が着地した。あ、ごめんね、着地した瞬間ぐらい。着地した瞬間。そう。これに対して。これ勝てんの。なるほど。判定がめっちゃ強くて、大体勝てんの、これ。この技って。ほとんどの技に。だから、この技が、こんな感じで置くのがめっちゃ強いよね。で、置いて、ラッシュを入れるっていうのがめちゃくちゃ強くて、で、それを狙って、その辺の距離で、タチウを、そうやって入れるのが、まずめちゃ強くて、それ以上、自分で踏み込んじゃうと、逆にこういうの食らっちゃうから、ああ、確かに食らっちゃいます。そう。だマリーザはその辺の距離で相手の出方をこう伺うっていうか、何ていうかな、引っ掛ける感じで戦うのがめっちゃ強い。で、その距離が何で強いかっていうと、さらに言うと、グラディウスとファランクスが届く距離なの。なるほど。そう。まあ、ファランクスが届く距離が強いかな。ファランクスが、そう、届く。ファランクスも、例えばこの辺からやる使うとあんま強くないの、ファランクス。出始めこう潰されたりとかするけど、その辺から使うと結構こう潰されづらかったりとか、確かに。ガードさせやすかったりするから、これぐらいの距離をキープするのがすごい大事なんだよ。なるほど。で、グラディウあ、スそうもなんや。先端、その辺やっとグラディウスは結構相手からすると
食らいやすいかったりとか、あと対空も結構しやすかったりとか、その辺の距離やったら確かに飛んできた時にそうグラディウスとかしゃがみ強とかで対空しやすい距離になるわけ。確かに、そうそう、だからその距離が強いの、ね、なるほど、あ、そうなんすね。で基本的にマリザってすごい火力が高くて一発がでかいから、はいはい、相手からすると結構そのマリザが近づいてくるだけで結構ストレスなよね。なるほど、だからマリザ相手にこの距離に来たらこうジャンプしていきたいとか、こうやって技を置いてマリザをできるだけこう追い払おうとする動きになるから、はいはいはい、それに対してマリザ側はこうそういうの当てたりとか、そう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 、立ち中、足途中、足途中でもすごい強いから、はいはいはい、今のはあれやけど、まあ、結構勝てるのこれもこういうのでも、そう判定が強いから置いて勝ったりとかすることによって、そうそうそう、そういうの、なんかこの足と中と下中を引っ掛けるのがすごい強くて、はいはいはい、これを狙っていくっていうのが結構マリザの、なるほど、すごい強い攻め方というか立ち回り方、うん、なるほど。じゃあこういう距離でも、うん、まあしゃがち置いたり中は置くすけど、うん、このこれもやった方がいいんですか？あ、これも結構強いね、これとか。あ、そうなんすね。例えば、まあ、よくそのシュートとかやるのは前強をガードさせてドライブラッシュして前膝、それキャンセルドライブラッシュして、そこからコマンド投げすると相手割り込めない。あ、そう、これあの相手ジャックレンなしでも投げれるの。あ、そうなんすね、うん、へえ。これあ、へえ。あの、これで前強から、はい、こっからこれが繋がるらしい。あー、なるほど、ファランクスか。ファランクスだ、これ。例えばこのガードされた時にそこでガードしてくれない、はい、この後にで、これガードされてもこれ有利取れて、あーみたいなんで、ガードされたこっち、これと膝の2択でこれでこうタックをかけるみたいな。なるほどなるほどなるほど、みたいなのも強い。まあとりあえずその大事なのは、はい、あれだね、焦らない。その例えば今ってこうなときに、あ、技当てに行かないとって感じない？はい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 、こう行かないとって感じないけど、これがあんま強くないっていうのを覚えないといけない。ここの距離にいるっていうことが強い。なるほど、こういう感じでとか、この距離からこう行ったりとか、ここが強いよね、マリザってやっぱり。そうなんすね、うん、で例えばここまで行っちゃうと、まあ、技に引っかかりやすいっていうのもあんねんけど、はい、ジャンプされた時にすごい対空が難しいよね、はい、あ、確かに難しいっす。こうなっちゃうやん。確かに。でこれもあんまりマリザにとっては強くないから、あ、そうこっちの距離の方がいい。なんか多分じゃあ距離間違えてたかもす、うん、今までなんか、うんうん、マリーザーなんかここの距離が強いみたいな聞いたことあるんですよ。ああ、なんかこういう、あ、まあまあそ、うん、まあ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 、そのなんでなんかずかずかこの距離になんか行きましょうみたいなのを、うーん、聞いたことあって、ここまで近づいてたんですよいつも。なるほどね。そうなんですよ、だから多分それだと思います。あ、自分がここまで行っちゃうのは、はいはいはい、まあ確かに。あ、でも結構それも読み合いで、相手もそう出してくるから、そこの出入りするのが強いって意味なんやけど、はいはいはい、基本的にはマリーザの方がやっぱリーチが長いっていうのは、俺はまあやっぱ生かすべきやとは思ってるから、相手の攻撃の中足が届かない、しゃがみ中期が届かない場合が強いと俺は思うね、はいはいはい、この距離がやっぱ強いマリーザ。ここっすね、ここが強い、うん、なるほどなるほど。ちょっとここの距離でやってみます。もう一回これ当たったこう。てかマジでこれが本当に強いよね。はい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 、確かにこれ強いですね。これ最強なんよマジで。確かに、うん、でここからもめっちゃ長い。そう、一気にもう走ってみたいな感じなんで、はいはいはい、はい、あ、こうかったらこうなっちゃうのか、うん、でこうも決めてみたいな、でこういでこう行ってみたいな。で一気にその一回かかったら火力出してみたいな。なるほど。じゃあちまちま技を当てるとね、あんまちょっと強くないよねマリーザ。なるほどなるほどなるほど。
いいっすね。なんかラッシュも強いし、ラッシュからもいけるし、まあなんかいろんな選択肢が多いよね。これも強い、これも強い、これも届く、ラッシュからもこうやっていけるみたいな。この件でちょっとやることがすごい制限されちゃうから。確かに。で相手の攻撃も結構当たりやすいから今なんかすっきりしました、ハイタイ先生。ああよかったわ、それは。なんか、ここの近い距離怖いなってずっと思いながら戦ってたんすよ。ああそうだね、近くねみたいな、で足当たっちゃってみたいな。うん、しかもそのマリザって、はい、他のキャラと違ってそのしゃがみ中キックが、まあモダンやとやねんけど、はい、しゃがみ中キックないからなんか弱いんよね。しゃがみ中キックを当てに行くっていうのが他のキャラは強いねんけど、しゃがみ中キック当ててラッシュして二択に行くっていうのが強いねんけど、はいはいはい、マリザそれができないから、うん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 、どっちかというとまあこの膝からスタートするから、ガードさせるときも例えば、あえてガードしてる相手に対してこう、はいはいはい、これが強いねんけど、これも結局そのリーチが長いこれから行くからそんなに近寄る必要ないん。確かに、ここでいいよね。確かに、ここからこう行けるから。なるほど。で飛んできたらまあこれかこれで落とすっていうのが強い。なるほど。思う、ね、多いね。よし。あ、いいね、いいね。あ、いいね。その、でも今の距離良かったね。お、いいよ。はい、あ、これは。後ろ投げ良かったけど、まあいいよ。ですよね。ですよね。あ、いいね、いいね。なるほど。そう、焦らずに。そうそう、焦らなくていい。はい、焦んない、うん。焦んないよ。焦らずに殴りに行かなくてもいい。はい。ああそう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 、今のねファランクスすごい。なるほど。いいファランクス。あ、いいですね。いいいいと思うよ。あ、オッケーでございます。ありがとうございます。そこそうそうそう、その距離ね、その距離ね。はい。そうそうそう。はい。そうそうそう。はい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 。まあちょっとね、はい、内なるその攻めたいっていうあれを抑えなきゃいけないからそうですよね。ちょっと難しいと思うねんけど、はい、わかりました。まあそういうの徐々にこうちょっと覚えていく。その攻めるより下中パンチを置いた方が強いっていう状況がすごいこのキャラ多いっていう。わかりました。うわー、うん、まあ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 いい蹴りが。まあそのちょっとこう内なるそのね、イノシシをこうちょっと飼い鳴らす感じといいますか。わかりました。ちょっとこう、はい、うん、飼い鳴らします。飼い鳴らす感じを意識していきたいね。はい。お、いいね。